第2回知らない食材を使って料理してみようや。まあ、結構前に1回やったんですよ。まあ実際その料理できる食材集めてもらって、はい、名前だけで選んで実際料理を完成していこうよという、はい、まだまだちょっと知らない食材あるぞと。今回第2弾ということで、今回あの66の食材、はい、まあ実際ちょっと選んでって料理を完成させていこうじゃないかということで、よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。はい、早速食材を選んでいきます。はいはい、これはもうじゃんけんで交互に取っていく。最初はあげじゃんけんぽい、はい、最後でしょ、最後でしょ。あーじゃあここでなんで難しい。じゃあラインナップを見せてください。はい、クリーミーウォッシュ、ビスケッタ、リガトーニ、リガトーニ、フエスライス、ガルバンゾ、ハモンセラーノ、ヤマナメ、ひらがな急にサンバル、サンバル、フェンネル、メヒカリ、アマランサス、ヤウ、ヤムギ、ヤハということで先行、主食っぽいの。そうだね、だからそこの、うん、なんか前回で言うのだっけ、パスタ、ライスはさ、ライスじゃない、フエスライス、フエスのライス、フエスのライスこれやばいよ。ヤマナメ、メヒカリを取っちゃうと、うん、ダメだと思う、合うもんがないじゃん、絶対に、うん、ってことは、カタカナ系だ。まあ、ちなみにここの中のやつ66で一品ずつ一応ちゃんと料理が作れるという状態ですからね。これだから山田でもメヒカリも使って一応料理ができてはいるんだよ、ね、なるほどね。クリーミーウォッシュって洗剤じゃね、洗剤やどうしよう。まあ国っぽさで分けていくか。クリーミーウォッシュはもう英語だもんね。どうや、ハモンセラーノはね、イタリアっぽいね。ヤムウンセ、リガトーニもイタリアっぽくない？イタリア攻めする？イタリアの料理俺知らんけど作れる料理っていうのは難易度高い。ちょっと創作料理がどうしてもこうなるとあるけど、元のものとしては全然簡単。プラスワンがある、ね、あーなるほどね、なるほど。そう考えると幅広いよな。はよせーよてかよ、言ってもないよ。なげーよ1個目からよ。イタリア想定でリガトーニ、うん、うわーイカれたー。リガトーニかあるだ。俺ちょっとでもヤムウンセン、トムヤムくんってあるじゃん。トムヤムくんで名前違う。トムとヤムとこういう意味があるんだよね。ヤムはなんかそっちのうまい料理じゃないけど、ヤムの運のセンってこと。そう、なんかだから味付けもんだと思う。気になるのあります？いや、ガルバンゾでしょ。ガルバンゾ頑張るぞだもん。確かに頑張るぞじゃん。ドラクエのラスボスみたいな。ガルバンゾにしとくか。いやそうだよ、行かれたな。行かれたな。そしたらハモンセラーノじゃない、うん、山並みあえて取っちゃう。いや分かるわ。あれ結構尖ってるよ正直。外国のより日本名の方が信頼できるというか。山並みで、おー、ブルスケッタ、フェンネル、アマランサスあたりだと思う。アマランサス、アマランサス花やもんね名前が。ブルスケッタで行く、うん、ブルスケット結構パンとかなんじゃないかなってちょっと。だからちょっとメイン食いかれたかな。フェンネルとかメインっぽくない？フェンネルっていうちょっと特殊な形のパスタね。いやそう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 、フェンネルいきます。もうだいぶないんじゃない？アマランサスでいいんじゃない？アマランサスでいいんじゃない？じゃあストップにしとく。いや俺ヤムウンセンとサンバルは結構対というか一緒な、なんか名前の属性似てない、うん、ってヤムウンセン、おいいじゃん。フエスライス、クリーミーウォッシュとかパスタっぽくない？クリーミーウォッシュだね、まあ、確実にクリーミーってなんだよね、うんうん、クリーミーウォッシュで、はい、うわ、じゃあでもサンバル、あサンバルしよう。サンバル、はい、じゃあフレスライス、フレスライス、あ、いきます。おで、メヒカリです。おい、やばいよ、どうなることやってます。僕らがですね、はい、ガルバンゾ、ヤマナメ、フェンネル、ヤムウンセン、サンバル、メヒカリです。こちらはリガトーニ、ハモンセラーノ、ブルスケッタ、アマランサス、クリーミーウォッシュ、フレスライス。うわ、なんかでもスポーツのスタメン選手だよ。外国のスタメン、外国のスタメン。まだ食材どんなものが与えられるか分かりませんが、うん、実際あそこのキッチンに移動してですね、そこで頑張ります。やっていきましょう。はい、リガトーニ組です。リガトーニ組です。上から回っていいですか？じゃあ上からリガトーニから。リガトーニから、はい、はい、やばいと思ってたんでしょうけど、はい、そうでもないです。おお、パスタ、パスタじゃない、パスタです。うわ、やられた。ショートパスタ、リガーテにソースがよく合います。あ、
それでリガトーニっていう。ハモンセラーノ。こちらです。ほう、生ハムです。うまそう。え、うまそうやんけ。まあ、生ハムパスタ、ね、ヨーロッパ狙い。ヨーロッパ、ブルスケッタ。クサ甘いのこれ、クサ甘いの。え、ソース、ざく切りオリーブ、あ、でもまあガーリック、オリーブペースト、オリーブをペースト状にしたもの。もうパスタじゃん。全然美味しそうなんだけど。こんなにでも相性いいってことは、もしかしたら俺らも相性いいんか。アマランサス。はい、アマランサス。あれ、お、でも五穀米みたいな。そう、なるほど、ね、栄養を取るために入れたりとか。スーパーフードだ、スーパーフード。なるほど、なるほど。まあかけりゃいいだけか。そんな影響はなさそうよ、味とかには。先にフエスライスもらおうか。フエスライス、フエスライス、こちらです。えサラミだ、やばいよ俺。そのサラミソーセージ、クリーミーウォッシュ、全然来い、全然、ここ全然来た、勝てる、こちらです。おー、チーズ。じゃあ早速やっていきましょう、はい、先にもうこいつらをちょっと炒めちゃって、そこにパスタ最後に加えるぐらいの感じの、うん、そうだね、とろーってするやつの方が、包まれてる、包まれてる、はいはいはい。これ卵惜しかったな。え、光ってたの、卵なんちゃん。すごいわ、めちゃめちゃトロトロだわ、熱してない状態で。おいしそう、めっちゃ。水が沸いたんで、お、パスタ入れます。違います。おお、もっといっていいよ、多分1個いっちゃおうか。くっ、あ、くっせぇ。ブルーチーズっぽい、本物のチーズ、うん、いきます。はい、ごっこい、いいよ、これだね。あー、いたわ、そんな忘れたわ。ブルスケッタ入れちゃいましょう。入れちゃいます。ちょっと実は最近流行りだしよ。パンにこれだから、まあ、結構いっていいよね。うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いっちゃいます。いいよ、いいよ。うんうん、めちゃくちゃいい匂いする。めっちゃいい。それをもうジュクジュクさせちゃって、ね、うん、全然余裕でしょ、これは。はい、そうだ、いい、めっちゃ良さそう。入れます。よいしょ。いった、絡んでくれたらいいんだよ。牛乳とか入れたらね、割と、うん、いい、いい、あ、良さそう、良さそう。チーズ、あ、そうだ、アマランサスあったわ。茹でたアマランサスを好みのメニューに加えてください。なるほどね。完成では最後に乗せますわ、うん、いい、いい、いい、めっちゃいい、めちゃくちゃうまそう。よし、うまそう。よ、正解じゃん。これ正解だわ。正解じゃん、これ。クリーミーウォッシュとブルスケッタソース和えですね。リガトーニアマランサスを添えて、いただきます。いや違う、俺はいただきますとか言わないよ、あの人間に。今日からなって無宗教。いただきます、宗教だと思ってんのお前。やべえ。さあ、食材はですね、いただきます。いや、回収した。はい、ガルバンゾから。お、豆だ。いや、予想と全然違う、ひよこ豆です。いや、チリコン缶的なのにできればいいっす。だからミートソースが来てくれたら、あ、そうだね、いいですね。じゃ、フェンネル行く。うん、こちらです。あら、あー、ハワイ。まあ、なんか魚料理やスープにかける、だからちょっとバジルと近いとか、はい、あ、マジかよ。ヤムウンセン、ねえねえねえ。でもやっぱ合ってた、タイ春雨サラダのタレ、サンバル。え、じゃあメイン来てよ。やばいよ、今んとこ。おいおいおい、調味料ばっかり。うわー、インドネシアの辛味付けだ。終わったかも。山鍋で、こちらです。うー、あー、まあ悪くはない。なるほど、ナメコやん。大粒ナメコ、え、気持ち悪いっつーね。でっかいな、目光では。最後ね、こちらです。魚、うわー、おー、唐揚げ用だし、これやばいんじゃない。とりあえずやっていくわ。ガドガドサラダ用ドレッシング作りに。ガドガド、軍部の民じゃないこれ。ヤムウンセンから。あ、でもだからその本当にあのあれよ、甘酢だれ。え、甘酢だれなんじゃないのこれは。で、こいつはオイスター炒めなど。あ、辛味と酸味が絶妙だから、うん、相性意外といいかも。あ、確かにね。一旦千葉さん、魚焼いてください。はい、油はいい。いいよ、勝ち誇ってます。勝者がいいよ。こいつは一番最後に加えるんだ。こいつ混ぜちゃう、いった。いやー、なんかちょっとこれ、なんか処理必要な見た目してない。いやー、内臓とか取り出す。あ、これいるでしょ、処理。いやー、いるね。やべ、俺魚さばけねんだよ。もうこのまま焼いちゃおう。あれ。まあ2個はさばいたから、まあ焼いてみようよ、うん、やった、これ。そうじゃん、確実に内臓出さないとヤバいやつだ。これが仮に無駄な行為であったとしても、俺は美味しく食えると思う。でもなんか魚の身は美味しそうなんだよな。いや、めちゃめちゃ崩れるんだけど、これ大丈夫かな。マジでほぐれてんじゃん。どこの魚なんだよ。深海魚です。
臭みたっぷりだ。ちょっと俺の予想で一回言っていいかな、うん、まずこのヤムウンセン、これが味の決め手だと思うんで、これを大さじ2杯、はい、ここで炒めちゃいます。甘辛炒めみたいにしたいんで。で俺ここにサンバルもいっちゃいます。辛そう。いやこれ、いや大丈夫、後々その野菜たちも入るから。なるほどね。いやこれうまそうだね。いい感じに火が通ったところで、もう炒め物にしかならないと見た俺は。え、でも匂いマジタイじゃない。あと盛り付けの高山さんの技術なんで、はい、お願いします。マジこれ盛り付けなんとかして。いや、2パターン盛り付けやってみるから。えぇ、ー、キモそう、少量でいいね、高級料理感を出す。いいね、これでいこう。で、テンデルがこっちから垂らせ。なんだよこんなミニひまわりの種みたいなやつなのこれ。深海魚サンバルヤムウンセンフェンネルを添えたよ。はい、ありがとうございます。はい、ということでお互いの料理ができました。はい、はい、じゃあこれをね、アバランサス、アバランサス、ふりかけ的な容量、こんな使うのかも分かんない。いや、分かんない、味わうの分かんない、これは絶対にうまいから。まあ香りはもう、いただきます。いただきます。うん、あーしょっぺ、カルボナーラみたいな感じ。いや日本人の口にはただあんま合わないかも。マジ、なんか別にまずくない、まずからいいんだけど。うん、あーしょっぱ、確かに後味ね、えぐいしょっぱいな。生ハムが濃いんか。いや俺らも味付けは多分そのタイとかそっちなんで。いただきます。何それ。え、ムさんうまくない。いただきます。全然いや、そうだね。いただきます。ああ、悪かねえか。マジで悪くない。大失敗やな。ヤムウンセンもうちょっと入れてもよかったな。どういう食材だったのか。本来パスタと何、魚料理ってことかで。魚のなんかだ。もうほとんど今回も正解で。あ、そうなんだ。一品だけまた、またそう、意外とあのわけわかんない、あのひまわりの種なんじゃない。正解は豆がこっちです。豆こっちだ。おお、でそのアマランサスがそっちです。俺はそれだったらスープにした方がいいかなと思って。スープかー。魚自体に臭みがあるっていうのを知ってたから、その匂いを消せるよりちょっとその香りが強い、まあ調味料を3個ほどで、こっちも本当にカルボナーラに近しいもの。また今回もだからちょっととりあえず取った食材自体合ってた。あこれおもろいね、この企画。もうないですか。意外とまだある。そんなんそれ、すごい。あと毎回パスタ絶対来るよ。まあちょっとじゃあまた次回あるかもしれないですけど、次回はちょっとパスタなしで。よろしくお願いします。大した。友山です。小柳です。ミッキーです。ガンボです。夕闇にいざない漆黒のエンジェル。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。日本そばがいい。